メディアを再生するコンチェは、チョコレート製造の際にココアバターを均一に行き渡らせる作業を行うための攪拌機。この作業は、チョコレートの粒子を滑らかにしたり、摩擦熱及びその放出によりチョコレート独特の風味を出したりする役割も果たしているとされている。コンチェには、様々なデザインのものがある。コンチェの名前は初期に用いられていた巻貝の貝殻に、 似た船の形に由来する。チョコレートの原材料は、コンチェにより時には78時間もかけて攪拌されることもあり、特有のマイルドで豊かな味が生み出される。コンチェは1879年に、ベルンのロドルフ・リンツにより発明された。かつてのチョコレートは、ザラザラした砂のような食感で、あまり人気がなかったが、コンチェによりチョコレートの香りや口溶けという特徴が、生まれた。 逸話によるとコンチはリンツが間違えてチョコレートを一晩中ミキサーにかけたままにしてしまったことがきっかけで誕生したとされる。リンツは当初はエネルギーの無駄遣いと機械の消耗に取り乱していたものの間もなく画期的なことを発見したことに気づいたという。ありがとうございます。